こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。コンビニ発送するためのバーコードが表示できません。生成されない理由を教えてください。というテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう。この動画では、YouTube から質問が来ましたので、ぜひね、回答させていただきます。メルカリ便の QR コードが表示されない理由として、まず、自分の携帯電話ですね、番号が メールから認識されていないために QR コード出ない可能性が高いです。それと、住所ですね。住所をしっかり入れないと QR コードが、えー、生成されないです。それと、元箱の発送するためのサイズですね。もうそれを、えー、しっかり入れないと QR コードがですね、出ないです。大まかに見てその3つなんですけど、もし、それでも、 QR コードが出ない場合はですね、ぜ、ま、ひ、あ、ね、メルカリ事務局に連絡して聞いてみるのが一番いいかと思います。はい。私の場合は、携帯番号ですね、これ認識してなかったので QR コー,ードが出なかったです。ぜひね、あの、いろいろ試していただけばいいかと思います。はい。LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマルヒマニュアルプレゼントします。 ニックネーム、カスタムをお願いします。それとゼロにてんばコミュニティですね。ぜひ、えー、紹介させていただきます。興味がぜひお待ちします。また、YouTube なんですが、えー、質問,問い一切受け付けてません。LINE や登録によろしくお願いします。本日は最後見ていただき、ありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。